札幌里ランドは札幌市東区にある施設。正式名称は札幌市農業体験交流施設。里ランドの名称は一般公募によって、ふるさとの里とランドのランドを合わせた造語であり、市民に愛される里づくりを願って名付けられた。人と農業や自然との触れ合いと都市と農業の共存をテーマとして、 田園的な緑地空間と札幌市の都市型農業の支援拠点として設置しており、札幌広域圏の関係団体などで地産地消を推進する札幌ハーベストランドの PR 拠点にもなっている。市民の農業への理解と職への関心を高めることを目的として農作物の収穫体験や畜産物の加工体験、市民農園の場を提供しているほか、市民農業講座、 札幌農学校を開校している。隣接しているミルクの里には、殺落農業共同組合の製造工場を併設している。夏季は施設内で、SL バス、馬車、レンタサイクル、パークゴルフなどが利用できるほか、牧場にいる動物たちに触れ合うことができる。冬季は雪山をそりやカシチューブで楽しむことができるほか、約1 4キロメートルのアルクスキーコースを 解説している。施設内で保存している、縄文時代の遺跡を活用した遺跡公園を整備する計画がある。サトランド、センターみのりの家ふれあい牧場水事広場サトランド、交流館パークゴルフ場、手作り工房牧場缶ミルク館、札幌市農業支援センター、北海道道112号札幌東別線沿い、モエレ沼、モエレ沼公園に近接している。ありがとうございます。